こんにちは、優雅おかちの夫婦の時間が始まります。夫婦の時間、それは優雅とおかちがこの世の中で起こっていること、そして夫婦生活で起こっていることをぺちゃくちゃお話しします。そこで皆さんのパートナーシップも僕たちのパートナーシップもより良くなったらいいなって思っているんです。こんな感じでいいかな。ちょっと番組のね、ご紹介まだちょっとぎこちないんですけど、しっくりきてない、ね、まだちょっとぎこちないんだけど、こうね、こう回を重ねるごとにちょっとずつ良くなったらいいなと思っているんです、うん、はい。で、僕自身ね、こうやって夫婦の時間っていうことで、まあ夫婦の時間があんまり取れなかったから、まあこれをやってみようっていうことで、まあきっかけがそれやったんですけどね。いや嬉しいわね、ゆがちゃんとこうやって夫婦の時間っていう企画の中でめぺちゃくちゃこうお話しするのってすごい楽しいですわ僕。そう、はい。改めてゆがちゃんの価値観というか、考えてることっていうか、こう気持ちというか、考え方というか、視点というか、視野というか、思考というか、そういうのがね、こうよりよく分かってくるし、でそれを通じてなんか自分も対話してる感じだね、自分とゆがさんの答えを聞いたと。その答えに対して、あ、自分はこう思うなーっていうと、こう自分とも対話して、それをこうパッと返すでしょ。それに対してまた優雅さんが、あ、でもない、こうでもないって言ってくれるみたいな感じで、なんか自分自身のこう考え方っていうのも、こうさーってこう出ていく感じ、いるものといらんものがこうふわってこう棚卸ししていく感じ、されていく感じになるんで、めっちゃ楽しいですわ。はい、そうやりましょうか。はい、今日のテーマは これでいいんかな。知らんけど、ちょっと分かる、副題つけとこうか。じゃあ、あかんな、ちょっともう一回やりますね、うん、企業経営、あかんな、どれがいいんやろ、うん、あれにしますわ、すいません。はい、これにしましょう、うん、もう一回最初のやつに。読めるんかな、これみんな。もう、これでいこう。もうなんか、ね、これちょっとバタバタしてもあれやからな。もう読めなくてももう大丈夫です。はい。個人事業主についてということですね。経営についてということなんです。もう僕たち個人事業ということで、まあ、ライフスキルの学校、教育事業を立ち上げて、まあ、7年間、まあ、一緒にやってきたんですけど、まあ、その中で、まあ、感じたこと、思ったことっていうのをね、まあ、この、まあ、20分ぐらいかな、まあ、お話できたらな、うん、思ってるわ。うん、ゆかちゃん。どうですか、個人事業主って。個人事業主は、はい、いいね。いいですか。何と比べてよ。何がいいの。何がいいか、うん、好きなようにデザインできる。好きなようにデザインできる、うん、どういうこと。デザイン、ただまあ、うん、今ちょっと特別なタイミングやから、うんうん、個人事業めちゃくちゃもろいなっていう。まあな、今2020年4月5日なんですけど、うんもうすごくもろいなっていう、まあ、コロナショックがあってね、そう 感じるわな、それはいるけれども、うん、この7年間、うん、本当に幸せだった、すごく幸せだったから、そこに関してはいいね。まあ、どういう部分が良かったかな。なんか人に使われるとかじゃなくて、自分で好きなようにできると。自分で好きなようにできる、このね、お店のデザインを一つにして。そうだな、確かに。僕もサラリーマン時代が22歳から30歳までお薬の営業マン、MR として仕事してたんやけど、やっぱりその会社から売ってくれっていう商品も決まってるし、やるべき行動も決まってるし、
でもちろんその何時から何時まで働いてくれても決まってるし、決められてることが多すぎて、それも時間であったり行動で行動面であったり、もちろんそれをこなしていく楽しさもあったんやけど、やっぱり時間って命じゃないですか。時間をどうこう自分の人生あ長い、まあ80か90か分からんけど、その時間をどうデザインしていくのかっていうことで、あの自分の生き方が変わってくるなっていうことで、やっぱ働いてたらその大部分が自分がコントロールできないっていうか、会社が僕の時間を、まあ、いわゆる命を握ってるっていう状態になって、なんかそれはちょっと違うなと思ったわね。やっぱ自分が生きてる一日の時間をできるだけ多く自分が考えてデザインしたいっていうのがあったんで、僕は起業したんですけど、やっぱ起業して最初は難しかったけど、今は結構できてきてて、それはいいわな。あとまあ一緒に働く人を自分たちで選べるっていうのも、うん、すごいいい。それでかい。それめっちゃでかいよね、うん、合わない人いましたか今まで。何が？各職場で。ああ、おそらおるよ、うんうんね、え、そういう時ってゆうかさんどうすんの？去るん？人が合わない、人と人が合わないってなったら、人と人が合わないっていうことで職場を去ったことってあるの？それが直接的な理由で、あるある、うん、あ、そうある。いじめとかもあるし、うんうん、ある。あんま想像できへんわ、ゆうかさんが。基本的にそうよ、基本的に、基本的にそれちゃう？人、うん、人間関係ちゃうかな、うんで離れていったケースが多い。多いな。多いと思うよ。なるほど、多いんやな、うん。だから今はこの誰と働くのかって選ぶことができるね。うん、それはすごいでかいよな。でかい。ほんまに。うん、もちろんね、やっていく中で合わへんなと思うこととかもあると思うんですけど、うん、その時もちゃんと話し合って、うん、でも方向性が違うんやったら。無理して一緒にいる必要はないと思うんですね、うんうん、方向性が違うんだったら、じゃあちょっとお別れして、うん、じゃあ僕はこっち行くから、じゃああなたはそっちに行っていいよっていう感じでいいと思うんですよ、うん、一緒にいるからこのメンバーとどうしてもやらないといけないっていうことはないと思ってて、うん、それが今はできているのがいいですよね、うん、合わなかったら離れてもいいし、うん、一つ一つのプロジェクトあれやりたいって言ったらこの指とまれ形式で集まって、うん、そのメンバーとやったらいいし、そのプロジェクトが終わったらまたこの指とまれでやって、うん、集まってやっていくっていう、それは確かに面白いかもしれないよね、うんうん、そうで、おかちの中でやっぱ商品を作れるっていうのがすごい嬉しくて、うん、そう、特に営業をやってたら何を売るのかすごい大事やん。そうそう、ね、何を売るのかって、この商品がとっても自信があって自慢、あのなんていうか心から売りたいものやったら、もちろん勉強もするし、あのぜひこれを買ってくださいってなるんですよ。これを買ってくれたらあなたの人生はこう変わるっていうふうな自信を持って言えるんだけど、全然売りたくもない商品で興味がないことで、でもこの商品よりもっといい商品があるやろなって分かりながらも必死にそれを勉強したり、うん、必死にそれを売り続けてるってことがすごい苦しくて、うんうん、辛くて、でも今って僕たちがこれがいい、あれがいいってものを自分たちで形にして、教育のプログラムを作ったり、イベントを作ったり、商品とかサービスを作れてる、うん、それがね、なんか一番すごい楽しいかなと思うかな、僕は、うん、そうなんだね、うん、そうそうそう、 できればそうやって 僕が この商品いいよって、僕が商品作るんやけど、スタッフさん自身も自分たちが作りたい商品を作ってほしいな、うん、なんかそういう場になったらいいなっていう、僕が作った商品を売ってくれってやったら、僕は同じことをやってるわけで、前いた会社と、うん、そうじゃなくてこのコミュニティとかこの環境この場所でなんかそれぞれがやりたいことを実現できるような場所にしたい。そう、うん、ほんまに心から思うわな、それは。本当にスタッフさんあってのものやから、ほんまに、うん、ほんまに結構初めの 1,2 年はね、まあ、僕とかゆうかちゃん2人でやっていけたかもしれへんけど、ある程度は。でももう今は規模が大きくなって、もう2人じゃ絶対やっていけないレベルまで来てるから、うん、本当にスタッフさん一人一人が自分がやりたい夢を叶える場所にしたい、うんうん、っていうのは思うわな、うんね、うん、そうそう、まあそういういいことがあったけど、まあ、7年間いろんなことやってきてたけど、優雅さんの中で一番これなんていうか印象に残ってるエピソードとか心に残ってる体験とかある？なんか、まあ、いっぱいいろんなことやってきたやん。このプロジェクトとか、あの体験とか、あのことっていうのも、どんなことがある？あの事件とかでもいい、逆に。あ
いっぱい。一番はむずいな。まあもうざっくばらんに。一番はむずいけど、うん、いいことでも悪いことでもなんかありますか。まあでもその初期の頃にスタッフが全員一気に辞めたっていう、うん、あれは記憶に残るよね。残るわな、うん。まあ、それが僕がこうワンマンでやってたっていうことと、うん、スタッフさん自身に、大事な仕事を任せてない、でも雑用みたいな仕事を任せてて、でそれを任せっぱなしになってたってことで、どんどん心が離れてったっていう。コミュニケーションが取れてなかったよね。物理的にこう、うん、顔を合わす時間とかがなかった。場所もなかったからね。今こんな場所は今あるけれども、なかなかちゃんと信頼関係が育めなかったね。あとはなんかでも本当に子供の普段関わっていく中でこう日々発見する、なんかこの子すごいこういい顔するようになったなとか、前まではね、あのこれ怖がってできへんかったのに今日はトライしてるなとか、そういうことを発見できている心の状態であることはすごいありがたいというか嬉しいよね。嬉しいわな、うん、なんかそれがいっぱいもう見つかる時期と、何もなんか毎3ヶ月ごとにこうスタッフでミーティングをするときに子供エピソード大会っていうのをやって、うん、こう自分がこう担当しているクラスで起こった子供たちの、まあ、感動エピソードとか、あと面白エピソードとか、そういうのをまあスタッフ同士でシェアし合ってこうチャンプを決めるっていうことをやってるんやけど、うん、なんかその時にいっぱい出てくる時と全然出てこない時があって、うん、でもそれは子供たちは多分変わってないんよ、うん、でただ私自身にこうそれを発見できる心の余裕があるかどうか、子供に興味が向いているかどうかっていう、うん、こちら側のおそらく都合で、うんだから本当にそれが小さいこと、小さい成長だったり、うん、すごい素敵なタイミングっていうのを気づけてる状態の時っていうのはすごく楽しいよ ね、うん、いね。大きな何かを成し遂げたとか、うん、結構いろんな大きなこともやってきてるけど、うん、なんかそういうのよりこう普段の本当になんかそういう小さいことの方が今はなんか大事かなって、うん、思ったりする。なるほどな、うん、そうやな、僕もそうやな。どっちかって言ったら日々のクラスで、うん、僕はその相手というよりも自分が最高の自分が出せてる時が一番喜びを感じて、なぜなら僕が最高のものを出すことで子供に対しての影響力も強くなるから、で子供も変化していくと思うんですよ。だからいかに僕の気分状態を毎日ご機嫌の状態に整えて、万全の体制で子供と向き合うのか、まあ、多分そういう意味で優香ちゃんと同じかな。そういうことや、同じで、だからそれができてたら自分が最高のパフォーマンスをできる、ちゃんと子供と向き合える、そうすることで子供に対する変化、あの影響力でも強くなっていくんで、なんかやっぱその相手がどうこうっていうことももちろん大事やけど、自分自身をこうの状態をこう日々確かめながら最高のパフォーマンスを出していくっていう日々の積み重ねですね。うん、日々のこう起こってることを味わえるかどうかっていうことですよね、うん、ですかね、うん、でやっぱそのサラリーマン時代はねほとんどそれができなかったんで、今こう起業してるから起こった全てのことは僕たちの責任じゃないですか。何が起きたとしても、うんうん、スタッフさんがミスしても、うんね、もちろん自分たちが授業で失言をしてしまったとしても、うん、全部自分たちに変えてるんですよ。いいことも悪いことも、収入が減っても増えても、ね、増えても減っても、うん、そう、だからそれがやったらやった分だけ返ってくるって喜びになったり、やらんかったやらんかっただけ返ってこないっていう、うん、その感じがすごい僕はすごい楽しくて、だからこう日々やってやるっていうモチベーションになるんですね、僕の場合は、うん、で前の職はやってもやらんでも給料ってはある程度同じやったんですよ。その状態でモチベーションを保つってのは結構難しくて、でも学校の先生って結構そうじゃないですか、うん、毎日どれだけ、ね、残業して頑張ったとしても、もちろんちょっと残業代出るんだろうけど、全然頑張ってない先生とそこまで給料は変わらないっていう、うん、でその状態で頑張れてる先生すごいなっていう、
頑張るっていうのはね、工夫するっていう、ね、あの自分事として捉えて、うん、自分ができうることをやるってこと、うんうん、もうここの線まででいいよねっていう仕事のスタイルじゃなくて、そこでちゃんとやってやるんだっていう気概を持ってやれるかどうかっていう、ですよね、そんな感じですよね、うん、まあいろんなことがあったけど、どうですか、その個人事業をしている僕と結婚して結婚したんですけど、ね、サラリーマンの方が良かったんかなとか、あ、まあどっちもどっちやけど、うん、どっちもどっち、これ採用すんのこの動画、わからん、するんちゃう、するんや、うん、何でもするよ、とりあえず、そう、面白いよね、面白い体験を一緒にできてるっていうのはすごく面白いし、まあ、サラリーマンやったとしても、例えば同じ会社に勤めてるとかやったら、うん、共通の話題とか、うん、こう共通の興味とかもたくさん持てると思うけど、うん、そうじゃなかったらやっぱこう家にいない間何してるのかあんまりわからないみたいなことやったら、うん、こうなんか想像できへんのよ、ね、想像できへんの、僕ら話す話題はいっぱいあるんですよ、クラスで起こってることとか、あの子の話、うん、この子の話とかあったりとか、うん、これからどうしていきたいとかね、いっぱいあるんだけど、うん、やってる仕事が違ったり過ごしてる時間が、共有してる時間が少なかったら、うん、話す話題っていうのがどうなんだろう ね、なんか趣味の話とか子育ての話とか、話とか今日こんなことあったよって奥さんが言ったいう話を、うん、ちゃんと興味を持って旦那さんが聞いてくれるかとか、そう、お互いに興味が ないよね、多分なんか一時さ、うん、そう、この半年ぐらい多分そんな感じで、うん、おかっちちゃんはおかっちちゃんでなんか何やってた、うん、ブログとかツイッターとか YouTube から やってて、うん、私は私でライブ配信で歌うみたいなことを一生懸命やってて、うん、お互いに全然興味なかった感じで、うんまあ、でも仕事の面ではつながってたから、うん、その面では一緒に過ごす時間があったけど、うん、もしそれもなかったって考えたらちょっと想像できへんな、ちょっとパートナーシップ難しいよね、うん、その状態 で特に僕らやったら、ね、ゆうかちゃんはゆうかちゃんの道を行っちゃうし、僕は僕の道を行っちゃうから、うん、お互いがお互いがやってることに関心持ったり興味を持たんかったらパートナーシップ終わるよね、興味も関心なかったら、興味関心なくてお互いに経済的に自立してたら、うん、一緒にいる意味ないよね、ないよねまあでもそれがそれ以外の休みの日とかをなんか一緒に過ごそうとか、一緒にキャンプしようとか、うん、いう部分があるんやったらあれなんやけど、うん、そういう意味で夫婦で共通の趣味というか、一緒に楽しいを共有できる、共有していくことですごい大事なんだ、僕らこの7年間このピーターソックス、この個人事業経営していく中で辛いことも苦しいこともいや、うん、そう、うん、そうなんやけど、うん、それこそ去年の、うん、じゃあ一昨年の夏ぐらいかまで、うん、そのピーターソックスに私がフルコミットするようになってから3年間は、うん、もう全部がピーター、生活の全てがピーターソックスやって、うん、で私はもちろんおかっちのこともすごく大事で、うん、リスペクトしているし価値観もすごく近いし、うん、あのピーターソックスもすごく大事で、子供たちもすごく可愛くて愛おしい存在で、うん、あのやってることに誇りを持ってやってたけれども、なんかでも本当にもっと自分の好きなこと、個人的に好きなことっていうのを全部犠牲にして やってて、それがでもまあその立ち上げの時って必要なことやったと思うんやけど、うん、その時期にはそれが必要やったんやろうけど、それで爆発してもう私はあの仕事、ピーターソックスの仕事はもう最低限にして自分の好きなことをやりますってみんなの前でスタッフの前で宣言して2年ぐらい前か、うん、でそこから本当にいろいろ好きなことをいっぱい取り戻る、まあ、具体的に言うと歌ったり踊ったりっていうことを取り戻していって、うん、で逆に今度はそっちに、ね、熱中してピーターソックスのことがもう全然上の空みたいな感じに なって、自分の好きなことだけに没頭するようになったら、それはそれでまたこう精神のバランスを崩して生活習慣とかも全然こうすれ違いになったりとかしてて、うん、だからなんか、うん、
ちょうどいいところっていうのを本当にこう見つけていけたらいいなって。そうよね、うん、とりあえずそのグーってまっすぐ進むけど、うん、あ違うなと思ったらまたこうバランスをとって、うん、あ違うなと思ったらこう行ったり来たりしながら、うん、ゆうかちゃんにとってのちょうどいいポイントもそうやし、うん、二人にとってのちょうどいいポイントっていうのもそうなのかなっていう、うんそういうところをまあ見つけていけたらいいかなって気がするわね。はい、まあ個人事業ということで今日はテーマでお話しましたけど、うん、今回あんまりじゃなかった。あ、まあ、こんな回があってもいいですよ。こんな回があってもいいかなっていうことで、はいということで、はいということで、夫婦の時間は、ユーガーとオカッチがそれぞれ思っていることっていうのをペチャクチャお話しします。見ている方々のパートナーシップ、そして僕たちのパートナーシップがより良くなったらいいなと思ってます。よかったら高評価ボタン押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいということと、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。